私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、旅、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を PR して歩く安野おっさん琵琶湖一周200キロ行脚の旅、今年は大津港からスタート。今日はどんな出会いがあるのかな。琵琶湖一周200キロ行脚35日目。おっさん、こんにちは。こんにちは。飽きてくれた、ありがとうね。すいません、いつも来てくれたわけに。こんにちは、頑張って。行ってきます、おおきに。ダクロ、なんで止まってんの？あのですね、安野さん、もう森山市を抜けまして一等地が目の前にあります。嘘やん、だって今日森山市入ったとこやんか。意外と早く抜けられました。いけんの？いけます。ちゃう、意外と早く。だからわしが頑張ったからって言ってくれんと泣けてくるわ。安野さんが頑張ったから。ほんまに、よっしゃ、ほんな頑張って例の舞を行くね。おおおおおおお、森山さよなら。おおおおおお、ビッド来ました。間違えた、よかった、あかんない、せーの。おおおお、ビッド来ました。おおおおお、森山またね、あらうよ。おおお、ビッド来ました。おおおおお、森山またね。あー、森山見せたかった。やった、立派入りました。おおきに、やったね、来たね。ああ疲れた、これが一番疲れる。会いに来てくれてありがとう、ありがとね、暑かったやろ、待たせたね。本屋で歩いてる時、道からの声援に応えてスタッフもいっぱい手振ってらるんや。そしたらな、プライベートで道歩いてる時も癖抜けんと手振ってしもて恥ずかしいんやて。琵琶湖一周出会い旅、ありがとね、また会えて嬉しかったで。こんにちは。いや、ありがとうね。皆さんこそ暑い中待ってもらっておきにね。イエーイ。頑張るわな、ラーメンに言ってくれたな。バイバーイ。はい、チーズニコリ。拍手。4週目。うん、何ですか。もう何ヶ月も前にただで見たもん。ほんま、ほんま、時は巡るわ。1時間ちょっと前に、うん、そこにおったのに、今まだ。そうだね。みんなとな、お話ししたり写真撮ったりしてたらな。大変やな、もう。何歩も歩いてへんやな。
そういうあんやなんやわ、出会い旅や。どうもありがとねバイバイ。東京小学校も去年来てもらってて。あ、そうかいな、こんな久しぶりだったな。去年大きいに後にその学校に入りました。ほんま、そうなんや。あ、そうかいな、ありがとう。今日は来てくれた、大きいに握手。昨日はさ、ラジコンで失敗したよな。空の上から自堕落体操。ぐっちゃねする。体がパンするま。だから今日はね、木の上に登ってもらって撮ることにしたんだよな。じゃあ行くよ。ぐっちゃねするんでしょ。どうせまた。運動で予防しよう。これって面白いよ。頭の上から自堕落体操さ、木の上からじゃ全然面白くねえからさ、走りながら自堕落体操いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ぐっちゃねするんでしょ。どうせまた伸びすぎてつくんでしょ。運動はスポーツ中継見てる、走ってる。これも面白いよ。じゃあ次はさ、倍速のね、自堕落体操でいくか。するか。ワン、ツー、スリー、フォー。ぐっちゃにするんでしょ。どうせまた飲みすぎてつくんでしょ。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ、自堕落体操。脳の生活習慣病、体がパンクする前に運動で予防しよう。やってたの、ちゃんと。次はどこへ行くのかな、お楽しみに。今日のエンディングはこちら。背中を丸めてちゃダメだよとお母さんが言う。でも僕の背中は放っておいたら丸くなる。胸を張って、胸を張って。